ペしてない。昨日も今日も起動すらしてない。 PC ずっと起動させてないや。あ、クマやば、倒れてた。気づいたら倒れてる。これ、いや、ここに扉があるからさ、こう出るするときにさ当たっちゃうんだよな。気づいたら倒れちゃう。しずっこ、あ、そう、いつだっけ、日曜に2回公演。めっちゃ久しぶりな感じする。2ヶ月ぶりとかだよね。しずく1月出てたから2ヶ月ぶり。久しぶりな感じするわ。久しぶりか、2ヶ月ぶりだから。2回公演です。今月ドラ明け出ましたよ。いつだっけ、11日に出た。1月20日以来、あ、じゃあ2ヶ月ぐらいだね。ほんと覚えてるかな私覚えてるから大丈夫かな。起こさないとまた。覚えてるかな大丈夫かな。練習しなきゃ。今回もニポジどういうこと？ニポジ？今回もニポジどういうこと？私ニポジあるんだよね、しずく公園だから。まあ、どっちにしても久しぶりだけどえ、前回のポジション、前回はあれか、マリアの方か。前回どっちだっけ、どっちで出たっけ。前回マリアの方じゃなかったっけな。前回そう、イントマリアだよね、だよね。あ、でもそれにと、そちらのポジションだったとしても2ヶ月ぶりぐらいでしょ。でもう1個のポジション最後やったのやつだ、12月の時のそっちかな。12月のなんかクリスマスの公演、それだったら3ヶ月ぶりぐらい。あ、今あんま変わんないかどっちにしても2ヶ月か3ヶ月であんま変わんない。まあでもどっちにしろもう起こさないとできないわ。最後に続く出たの2ヶ月前ですね。私先月も今月も出てない。なんで2ヶ月前かな。1月は出てたから。2ヶ月ぶり。ブレーキ使ったけど、でもわかんない、まだいいかどうかこれはもうちょっと使ってみないと。そんなすぐわかんないよ。前使ってたよ、美容液がね、もうなくなっちゃってて、ずっと美容液使ってなかったんだけど、やっと届いたから。そのパジャマ初めて見た。え、本当に結構着てるけどこれ買ったの何年前だ、これ買ったの2、3年前だよ。結構着てたけど配信で夏になると、いや、ちょっと暖かくなるとね、夏は着ないよ。長袖だもんだってこれ長袖だからちょっと夏は着れない。ちょっと涼しくなったら、でもまだ半袖着るには寒いなって時に着てる。
キーが、あ、プロテイン頼んだやつ、なんか当たっちゃった。いや、そういうわけじゃないけど、プロテインって飲まない？普通に分かんないけど、あんま飲まないから買ったやつ。めっちゃでかいんだよな、これ。ここにあるけど、ちょっと窓がちぶとついてる。これ韓国のやつでさ、なんて書いてるか一切わかんない。シェイクベイビー、なんか美味しそうだった、買ってみたら。美味しいかわかんないけど、めっちゃでかい。750g、めっちゃ入ってる。これプロテイン、チョコ味のやつ買った。なんかいっぱいあって、味がチョコのやつ買った。まだ飲んでないからわかんない味。いちごじゃない、チョコ。なんか美味しいって書いてあって気になったから買ってみた。わかんないけど美味しいか。チョコ味、いや、チョコ、チョコレートフレーバー。これ抜くアレルギーじゃないですね。肌、薬の副作用なんで1ヶ月後ぐらいには治る1ヶ月ぐらいかかるんだって、肌が慣れるのに。薬に副作用ですね、わかんないけど。もうちょっと早く慣れるかもしれないけど、個人差あるから。そうか、まだ飲んでない。明日飲もうかな、明日から。今日飲まなかった今日はエペしない。明日、明日する気になればしようかな今日やろうと思えばできたけどね、やる気起きなかったんだよな、エペ。だからしなかった。何味？これ違う、いちごじゃないよ、これチョコだよ、チョコ、チョコレート味。なんかね、チョコチップ、違うな、なんか砕いたチョコレートみたいなのが中に入ってるみたいで美味しそうだった。なんかそう、砕いたチョコが入ってるみたいな、見た。このスパート2週間早いな。でもできるかな、たくさん。ちょっとわかんないや。あげたいけど、ゴールドまで。私今どこだっけ、シルバー2だっけ自分の今のランクすら覚えてないよ私なんだっけランク白は2かな、白は2か覚えてないな。最後にしたの2週間ぐらい前か。え、2週間思った？1週間半ぐらい前か。やってないエペ。ゴールドまであげたいけど、やるかな、微妙。あんまやるかわかんないから。
自分 PC で配信するのは確かに少ないね。 PC でやろうと思ってねやってみたんだけど、なんかね自分の見えてる画面、この画面がねすごい、なんていうの、遅い、自分が動いてから8秒後とかに動くの、画面がめっちゃやりづらくて、だから やらない、やってない。やりづらくって、携帯はそれがないから、だからね、そう、結構ない8秒って、8秒ぐらいあったはず、うん、なんかね1秒とか2秒じゃない、結構あって、8秒はなかったかな、ちょっと忘れちゃった、忘れたけどいや結構あったんだよね、タイムラグ、ラグが、だからなんかやりづらくってね、配信その画面見るだけですごいね、だからやめました。携帯の方がしやすい、携帯はないんだよねあんま、1秒もないぐらい、若干そのラグがないわけではないけど全くつかないから、PC ではしないかな、ショルやりづらい、テレビともタイムラグかなりあって、テレビともタイムラグ、何の時だそれ、何の時わかんない何の時だ、どれだろう、なんかサッカー見てた時かな、アベマの、それはあれかも、アベマアプリを通して見てるからかも、わかんないけど、てんかって筋トレ、軽い筋トレはねほぼほぼ毎日、めっちゃ毎きっちり毎日してるわけじゃないけど、ほぼほぼ毎日してるんだよね、軽いやつ、そんなしっかりはやってないけど、ジム通ってとか無理だしそんな通ってみたいな絶対無理、続かないからまあしてない、そんなガチなやつはしてないですけど、軽いやつしかしてない、続けれそうなやつしか、ダンベルとか使ってないな、ダンベルか持ってないな新とか使ってるわけないじゃんそんなジム通ってないんだから持ってない、なんか腹筋ローラーみたいなやつお父さんが持ってるけど私は使ってないですね、マジなの無理だよ続かないですね、うん、770すごいゾロ目だうん、あ、風とみとさん、これ桜タワー合ってる適当に言ってるけど、あ、携帯どこやったっけ、なんか違う、なんだっけ、桜タワー合ってる、桜の木タワー、桜タワー、ありがとうございます、ありがとう、ちょっと髪を、ラッキーセブンなので、ありがとう、確かにラッキーセブン
777。もうそんなしたのか私。3月20日。桜タワーからいか、それカズトミトさん、ちょっとこっち言っちゃった。桜タワーありがとうございます。ありがとう。桜タワーありがとうございます。ありがとう。もうそんな時期か。桜年内には 1000日。年内毎日したら年内行くのか。300、あと223合ってる計算。わかんない、適当に言った。わかんない、毎日したら行くのか。わかんないけど。今年があと何日かもわかんない。わかんない。今年あと何日なの。200日ぐらいありそう。わかんないや。あと365日。絶対嘘じゃん。絶対嘘でしょそれ。もう3月なんですけど。それ1月1日だよまだ。止まってるって一人。あと286。あ、じゃあ行くのか年内に。毎日したら1000日。1000日か。確かに。いつ頃だろう、わかんないや。さすがにやめる。365日じゃないって気づくのすごい。もう何だと思ってんの。わかるでしょそのぐらい。正月のだて巻き、だて巻きはね年中食べたい。好き、だて巻き年中。でも売ってないじゃんお正月以外だから食べれないんだよね好きなのに。だて巻き食べたいのに売ってないからな。ネットとかだったらいいそうだけど、ネットで買わないから。あるのかなネットとかでも、わかんないよ。でも自分で作るのはちょっとめんどくさいから、あれがいるんだよね。こう
ブレンダーなんだっけ、はんぺんをさ潰して作るんだよね確か。あれブレンダーなんか潰すやつが、それがいるんですけどね、ないんですよねまあでも作るの大変そうだから、そんな作る気にはなんないけど大変そう、あれわかんない、どうかわかんないけど作ったことないから。縦巻きは好きだけどお正月しかないのはちょっとな年中売ってほしい、一年中。ホタテも好きだよ、美味しいよね。縦巻きで作るんだったらブレンダーだよね、合ってるよね、なんかこう潰すやつ、あれから買わなきゃいけないんだよねないから、それ買うのめんどくさくっていいか、中華丼とかやってるとおってなる。伊達巻き、中華丼入ってる伊達巻き、え、わかんない、私そういうの食べたことない、入ってんの、え、わかんない、え聞いたことない、いっぱい買ってる冷凍、あ確かにありだねありだね、ナルト、あ、ナルト、あ、ナルト中華丼、中華丼入ってるナルト、わかんない、え、たまに入ってるのか、ナルトはちょっと違うからな、あれ違う、伊達巻きは違う、伊達巻きはね、なんていうのかな、確かに見た目は似てるけど違うけど、形が似てる、こう渦がある感じと形は似てるけど全く違うよ、伊達巻き伊達巻きと卵焼きの違う、渦巻いてるか、いや違う、うん、違う、はんぺんが入ってる伊達巻き、卵焼きは卵だけ、卵焼きは卵とはんぺんなんですよね。伊達巻き作りたくって調べたことあるんだけど、そのブレンダーないから諦めたんだよねはんぺんをこう潰さないといけない、中華丼にマリになると入ってる、あんま中華丼頼まないからなあんま分かんないんだよねもうわかんない、伊達巻きって何の魚が入ってるの、さ、え、わかんない、はんぺんはんぺん、はんぺんすりつぶして、で卵と混ぜてみたいな、で調味料とか入れて、で焼いてみたいな、焼くっていうよりあれかな、なんかちょっとムスミに近い感じだった気がする、忘れた、でもめっちゃ前に調べたんだよねレシピを、あんま覚えてないよ、キクラゲ好きだよ私、キクラゲも好き、中華丼はね好きだよ、美味しいのも知ってるし好きなんだけど、それさ中華料理屋さん行ってさ頼むの大体エビチリか麻婆豆腐なんですよね、中華丼だから選ばないんだよな
あのエビチリとか麻婆豆腐のが好きだから。中華丼も好きだし美味しいけど、エビチリと麻婆豆腐のが好き。だからそっち行かないんだよ。そう、エビチリいいよね、美味しい。そう、シェフ苦手だから、シェフだった時エビチリとか、それかなんかその時の気分で違うの行くか。中華丼あんま選ばないや。その中華さんに、中華料理屋さんに行くこと自体が少ないんだけど、ほんとたまにしか行かない。最後行ったのいつか分かんないレベルで行かないから、あんま行かない。うん、そんな、ま、外食しないってのもあるけど、そんなにね、あんま行かないから。エビマヨ、エビマヨあんまなくない、中華料理屋さん、中華屋さん。エビチリある確率の方が、エビマヨなくってエビチリあるみたいな、ほとんどじゃない。バーミヤン結構、え、バーミヤンね、行ったことないんだよ。行ったことない、気になるけど分かんない。だから牛さんの場所は行ったことある、何回か。そんなにない。何回行ったことあるかな、分かんない、 1,2 回とかそんぐらい、2回ぐらいかな。記憶にあるのは1回だけど、でも1回だけじゃなさそう。バーミヤン行ったことないね。大分多分ないんだよね、行ったことないです。よく行くご飯屋さん？ない。ない、いや、あんま行かないんだよ外食そもそも。うん、なんか最近よく行ってたけど、でも全部バラバラだからないですね。よく行く、もう一回バーミヤンないね。もう一回ファミレスって言ったら、サイズじゃないわ、あのジェフルだから、関東でいうサイズみたいな。ジェフル一択だから、ホイトジェフルね、ジェフルたくさんある。いや、ガストとかよりもジェフルなんだよね。でもガスト、ガストは東京で2回、いや3回ぐらいあるかな、そんぐらい数えれるぐらい。大分で行ったことはない、大分で。でもガスト行くってならないんだよな、ジェフルだな。ファミレス行くってなったら絶対ジェフル。そのぐらい大分はジェフルが強い。他の店行かないや、ファミレスだったらね。なんか焼肉とかお寿司とかそういうのだったら別の店行くけど、そう、なんか普通にハンバーグが食べたいとかだったら、あとなんか、そう、なんかハンバーグ食べたいとかだったらジューフルだね。え、本当みんな財布の中にジューフルのこうドリンクバーのチケット、あれ行ったら毎回もらえるんだけど、あのお財布の中に絶対それ1枚持ってるぐらい。そう、ジェフルみんな行くから、みんな持ってるんだよな、ドリンクバーのチケット。お
財布に1枚もみんな入れてる毎回もらえ、毎回なんかお会計するときにもらえるから減らないのよあのドリンクバーのチケットが。ずっとある。チケット、友達とかとさ、ジャフル行ってもさ、私チケットあるからみたいな、みんなみんなそんな。そうなんだよね、なんか期限あるけど期限ないようなもんだしな、あのチケット期限切れてて使うあるけど、あ、そう、ジュフル安くなるだけだよね、確か忘れちゃった、うん、チケットちゃんと見ないそう、割引券、そうそう、会社帰った時も練習終わりはみんなで、いや練習終わりにご飯行ったことないかも、終わるの遅いから行くってなんないで、普通に通ってた時朝だったっけな、時高校生ぐらいじゃなかったっけな、確か忘れちゃった。だからご飯行くとかなんね、普通に家帰ってご飯。ジュフルって24時間なんかお店による、普通に閉まるところもあるし24時間のところも ある店舗による。え、関東にもジュフラーらしいね。でも最近行ってないな、ジュフル。だけども剣使う、使えるんじゃない、わかんないあ、まあドリンクバーだけ頼むことないからわかんないけど、いけるんじゃないわかんない。ガス行かないね。ガスと行くんだったらジュフルだな。私ガスほんと、ガスト行ったことある、ん、ガストがあれか、ん、待って、ココスがあるでしょ、ガスト私ないかもしれ、んちょっと待って、わかんない、行ったことあるかな、いやないかも。あ、50分ありがとう。いや、わかんないよ。いや、ココスはあるのよ。で、あとびっくりドンキもあるのよ。ガスト行った記憶あんまないよ、わかんない、サイゼリア2回ぐらいかな、ある。でも全部置いたって行ったことないけどね、ココスも全部東京でメンバーと行った。
じゃあ13位からランキング読みます。13位、プッチーニさん、ありがとうございます。12位、アラカトルさん、ありがとうございます。11位、バトニーさん、ありがとうございます。10位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。9位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。8位、ベベモンさん、ありがとうございます。次、7位、おまめさん、ありがとうございます。次、6位、まるさん、ありがとうございます。次、5位、としのりさん、ありがとうございます。4位、ゆうじゃとまーく、山田京香さんにガチ恋中さん、ありがとうございます。3位、高文あとまーく、公演当選したいさん、ありがとうございます。次、2位、ヒンメルさん、ありがとうございます。そして1位が風とみとさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。明日の配信、明日も今日と同じぐらいかな、かな、うん。それかもうちょい早くできそうだったら早めにしようかな。まあまた早めにできそうだったら明日います。明日祝日なの？全然知らなかった。明日祝日なんだ。あ、そうなんだ、知らなかった。今知った。プロテインの黒糖ミルクティー味。ミルクティー、私無理かもしれない。ミルクティーあんま飲む好きじゃないんだよね。わかんない、味によるけど飲めないかも。ミルクティー苦手なんだよね。なんかペットボトルとか缶とかの市販のやつ、普通に売ってるやつあんまりで。でもあのね、あのタピオカ屋さんのやつを飲める。そう、なんかスーパーとかでさ売ってるようなさ、ペットボトルとか缶に入ってるやつは苦手だけど、タピオカ屋さんのやつは。ミルクティー苦手な人、抹茶ダメ。抹茶はねいけるんだよね、私。抹茶はいけるんだよね。ミルクティーだけ、飲み物なんとかティーみたいな、抹茶はいけるけど、レモンティー、ジャスミンティー、ルイボスティーはあんまり、なあ、そういう感じのやつ、じゃおしゃれなやつ。好きじゃないあんま。ちょっとおしゃれな飲み物飲めないんですよね。タピオカ屋さんのやつはね、なんか味が違うんだよね、だから飲める。分かってもらえないんですけど、これ言っても大体分かってもらえないけど。もうそろそろか。じゃあ明日も同じ時間ぐらいでするから、ちょっと早めにできそうだったらまた755で言います。抹茶よりもいけるよ、だって抹茶は飲めるもん。紅茶だけ。紅茶とかなんとかティーみたいなやつがダメ。分かってもらえないんだよな。タピオカ屋さんのやつだけいけるのが。あ、やばい、そろそろ時間か。じゃあまた明日の配信で。ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ。おやすみ、バイバイ、また明日、おやすみ、またね。